はい、どうもこんにちは、バースデーの DJ です。今回ご紹介するのは、こちらがちょっと当店でもラスト1着になってしまった、ユハの、フラのハイネックオーバーシャツというシャツをちょっと今回はご紹介しようと思います。昨今ですね、やっぱ SS からのまあ流行というか流れで、やっぱこう白系とか木だり系のやっぱこういうクリーンなカラーがすごく需要が高まっている中で、今回ちょっとサクッと動画でご紹介しようかなと思って着用させていただきました。ですね、ユハに関しては今回特徴的な部分で言ったら、毎シーズン、提案しているこのですね、フラの素材って言われてる、フランネルですね、いわゆるネルシャツとかって言ったりするじゃないですか。その起毛を少し強くかけて、ちょっとこうスウェードっぽい触り心地というか、ふわっとした触り心地が特徴的な、フランネルシャツでの今回ご提案の白シャツになってます。そしてもう一個特徴的なのがここです。ハイネック、そう、この首周りがすごく特徴的で、ものすごくやっぱこれ首元の襟の形が全然違うだけでクリーンな印象に見えるんで、ここはすごい特徴的なディテールですね。はい、でこうちょっと遠目から見たら分かりづらいですかね、ピンタックが入ってるっていう、そういうデザインのシャツになってます。で、割とですね、全体的なシルエットで言ったら少しオーバー編みに作られてるんですけど、袖の幅も少し緩め、そして袖感も少し長めの提案になってます。なので少し強めに引っ張ってあげて、下でこうもたつかせてあげることで、ふわっとしたバルーンシルエットで楽しんでいただけるのではないでしょうか。はい、なんかこう綺麗めなやっぱファッションがお好きな方だったりとか、この上からジャケットやコートを着た時の印象っていうのもすごくかっこいいので、ぜひちょっと後でご覧になってください。でですね、そしてユハに関しては毎回驚かされるのが価格帯です。シンプルでありながらね、すごいシルエットだったりとか素材に凝ってるユハのこのフランネルシャツ、こちらがですね、2万2000円の消費税なので2万4200円になります。そう、結構割とですね、すごく手出しやすくて、なんかやっぱこう高いものになればなるほど、ちょっと暗めの黒系だったりとか暗めのアイテムが欲しいっていう方もすごく多いんですけど、白とかに結構こう3、4万の値段でチャレンジするのはうーんっていう方も中には店頭にもいらっしゃいました。ですがやっぱここら辺の価格帯になったら割と手出しやすい価格帯なのかなっていうのをすごく感じますね。はい、なんでやっぱ入荷当初でやっぱ僕がちょろっとインスタ上げたんですけど、それにやっぱその反応がすごくあったシャツだったんで、ここら辺はやっぱ実際に店舗で着用していただければなと思います。ちなみに私が、着用しているのがですね、これサイズ4っていう M サイズになります。ユハに関してはですね、サイズ表記が、ユニセックスブランドがゆえに1と2がレディースサイズで、3と4がメンズサイズっていう感じの、サイズ感になってます。なんで、メンズの感じで言ったら3が S サイズで4が M サイズっていう感じですかね。そこら辺はぜひご了承ください。ご理解いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、結構いいっすよね。なんかこう僕大体なんかこう自分が仕入れてみた洋服に関していいっすよねってよく言ってるんですけど、いや本当なんかこうクリーンな感じで、やっぱ女性受けするファッションだなっていう気がします、なんとなく。で、割と中性的な部分を持ち合わせてるんで、やっぱこういうのの上にちょっとコートを合わせたような、あるいはジャケットを合わせたようなファッションっていうのはものすごくやっぱこう、まあ、女性のみならず万人受けするのかなっていうのが割とこのフラのシリーズの特徴的なアイテムのご説明になります。ちょっとですね、スタイリングでちょっと街を歩いてみるスタイルサンプルの動画もちょっと後で上げますけど、一旦ちょっとジャケットコート着てみますね。こんな感じです。そう、これレターズのコート着てるんですけど、この首元があるだけでだいぶ印象違うでしょ。どうですか、こんな感じです。割とこうクリーンな感じというか、やっぱ大人でシックな雰囲気の使い方ができるんで、こういうシャツをお探しの方はいらっしゃるのではないでしょうか。ぜひチェックしてみてください。でですね、これ全然開けて着ることも全然可能です。見えるかな、ちょっとこうふわっと開けた感じで、なんかこうダンディーな色気のあるスタイリングをぜひ楽しんでいただいてもまあいいかなっていう気がしますね。でも
でせっかくハイネックに作られている以上はしっかりと首まで閉じて高めのスタイリング、この首元が高い感じの着方をしていただくのが僕的にはおすすめかなと思います。でシャツの遊び幅っていうよりかはこれはワンパターンですごく楽しめるシャツだと思います。こんな感じです。いいですよね。でちょっとですね、あのシャツと、まあ、これ今ちょっとあの、ね、下半身映ってないんですけどパンツとローファーで合わせてるんでそういうクリーンなスタイルで、楽しんでいただけるようにちょっとスタイルの動画をぜひチェックしてみてください。それでは